どうもタクタクです、チャンネル登録者数400人突破&動画再生回数100万回突破記念タクタクのグダグダイエーイ。というわけでね、勝手に始めちゃいましたけど、今回トーク企画をやらせていただきたいと思います。チャンネル登録者数が400人超えたのと、動画再生回数が100万回超えた、記念といいますか、お礼といいますか、感謝をしたいといいますか、というわけでね、今回実況動画とは別に、ちょっといろいろ喋っていきたいなと思っております。はい、まずはね、実況プレイをねやっているんですけど、 YouTube でちょっと私がどういう人なのかっていうのをちょっとここでね一つ皆さんにちょっと自己紹介をね改めてしていきたいなと思います。まずはバラす必要もないのかもしれないですけど、400人もね登録して見ていただいてるんで、ちょっとは私というか僕の情報もね知りたい人はもしかしたらいるかもしれないということで正直ね話すネタがあまりないっていうのがあるんですけど、まずはね自己紹介を改めてしたいと思います。YouTube で実況プレイゲームの実況プレイをやっているタクタクと申します。年は、2012年現在27歳、結構いい年をしております。住んでいるところ、出身地は北海道、北海道からお送りしていますね。はい、で一応既婚者これも言わなくてもいいかもしれないですけど、既婚者で、なんと4日前に娘が誕生してお父さんになりました。イエーイ、お父さんになった記念も兼ねてお送りしていきたいと思います。私のね個人情報はこんな感じとなっております。ちょっとはどんなやつが実況プレイやってんだっていうのが、ちょっとね想像できたというか分かっていただけたかなと思います。趣味などとかはまたそのうちおいおいね、こういう企画があった時にね話せていけたらいいなと思っております。というわけで、まさか思いつきで始めた実況プレイがこんなに続くなんて思っていませんでした。はい、まずはそうですね、本当にたくさんの方に見ていただいたことに純粋に感謝したいと思います。本当にありがとうございました。これからもねどんどん実況プレイやっていきたいと思います。ただちょっとね仕事もやってますし、子供も生まれていい大人になってきたので、なかなかねたくさんアップできなくはなっていくとは思うんですけど、生きてる限りやって、今は全く想像できないですけど、おじいちゃんでもやってんのかなっていうぐらいまで、ちょっとおじいちゃんになるまでやんのか大泉みたいなとこまでね、ちょっとやっていきたいなと思っています。もしかしたらどこかでね区切りをつけて卒業するっていうこともあるかもしれないんですけど、まずはねそういうことは考えずに今やっていて楽しいんで、これからもやっていきたいと思います。本当にご覧にたくさんの方にご覧いただきありがたいと思っております。そんな感じで、まず私の情報と、感謝に返させていきたい、いただきたい何言ってんだこういう意味でグダグダなんですけど、タイトルが、はい、いただきたいと思います。はい、でね、次に
なんで実況プレイを始めたのかなっていうのをここで、ちょっとお話したいと思うんですけど、理由は何個かあるんですけど、一番大きいのは、私実は私って言ってますけど、僕はホラーゲームとかホラー映画っていう怖いものが結構好きで、昔から好きで、YouTube を見始める前から結構映画と、DVD を借りたりゲームをやったりしてたんですけど、じゃあ YouTube でそれを検索したら何が出てくるんだと、どんなもんが一体出てくるんだというのがちょっと興味を湧きまして、ゲームホラーで検索をかけ、ゲームホラーだったかな、でちょっと検索をかけた結果、これも実況者さんなんですけど、有名な実況者さんなんですけど、サンヘルプさんという方の動画で、ホラーゲームは青鬼、ちょっとタイトルが合ってるか分かんないですけど、青鬼実況プレイというのが出てきて、あ、何これと、ちょっとその時衝撃を受けというか、興味をそそられですね、ちょっと再生してみたんですけど、その動画の面白さに衝撃を受け、衝撃って2回言ったな、衝撃を受けて、これが、自分もやってみたいと思った一番の理由なんですが、ゲームをしながらトークをするのがすごく新鮮で、もうすごな、その日で全部サンヘルプさんの動画を見てしまったっていうぐらい衝撃を受けました。はい。それでちょっと実況動画に興味が湧いて、いろいろね、検索するようになったり、なってきたんですけど、次に、始めようと思った理由が、ゲームセンター CX っていう DVD というか番組があると思うんですけど、それで良い子のね、アリの課長が、お前は面白おかしくゲームを攻略していくっていう番組を見て、自分もこういうことができたらなと、人を楽しませることができたらなと思い、だんだんサンヘルプさんの動画もあり、だんだん思ってきたのが始めるきっかけだったんでしょうね。今となってはなんかもうはっきりちょっと思い出せないんですけど、この2つが一番大きな要因だったと思いますね。はい。それこう思いつきで始めた実況プレイがまさかこんなにね、みんなたくさんの方に見ていただけるなんて本当に思ってもいませんでした。はい。本当に、ね、自分でやってても楽しいし、しかもたくさんの方に見ていただいて楽しんでいただけてるっていうのがもうこれすごいなと今感じております。はい。これからもね、実況プレイを続けていきたいんですけど、最近コメントで、なんていうんですかね、批判コメントっていうんですかね、なんていうんですかね、例えばなんですけど、下手くそっていうコメントであったり、あとは何があったかな、ちょっと今パッとは思い出せないんですけど、そういったね、批判コメントがちらほら、出てくるようになったなっていうことがあったんですけど、全然下手くそとか言われる分には、なんかそこ直せばいいのかなとか、次から気をつけようとか、
あ、そうやった方がもっと面白くなるかもしれないっていう感じで、もうどんどんあのそれは遠慮なく上げてもらっていいんですけど、まあ、ちょっと一つすごく気がかりなのは、まあ、自分のね動画で誰か傷つく人がいないかなっていうのが本当にすごく最近は気になります。うん、まあ、自分のね動画を 見て不快に思ったりすることがねあってはいけないなっていうか、まあ結構ね、まあ、実況プレイは自己満の世界かなっていうのは思ってるんで、まあ、それはつまんない人、見る人によってはつまんないっていうのはしょうがないんですけど、なるべくね人を傷つけるようなことは自分の動画ではしていきたくないので、まあ、そういう風に感じております。まあ結構ね見てくださる方が増えてきたんで、まあ、そういうことにも気をつけなきゃいけないんだっていうのをすごく感じております。はいね、こういうこともちょっと考慮に入れながら今後ねこの実況プレイどんどん面白くしていきたいなと思うんで、はい、また気軽にコメントいただければいいなと思っております。はい、あとね個人なんです、個人というか自分事なんですけど、結構ツイッターも最近始めたんで、結構コメントがいっぱいあって返信できない方とかいらっしゃるんですけど、ま、仕事の休憩中とかになんかつぶやいたりするんで、ま、そっちもちょっと登録していただければより楽しめるかなみたいな風に思ってるんで、そのツイッターの方もよろしくお願いします。なんかもういろいろ宣伝する動画というか、ね、企画みたいになっちゃってきてますけど、まあなんだろうな、ですね、実況動画を最初はフリーゲームを中心にやってたんですけど、最近キャプチャーボードというのをちょっと買って家庭用ゲームもプレイできるようになってきたんですけど、やっぱなんだろうな、まあ、これはね人間なんで変わるかもしれないんですけど、ホラージャンルからねやっぱりなんていうんですかね、一番、やっていきたいなと思っております。まあ、自分が一番ホラーが好きだっていうのもありますけど、まあ、結構リクエストをいただいたにやってくださいっていうリクエストもいただくんですけど、やっぱこれからねもうこれからもやっぱやっていきたいなと思っていることは、ホラーゲームの実況プレイを中心にやっぱ活動していきたいなって思っております。なんだろうな、やっぱやってて面白いんですよね自分が。多分面白くない、自分が面白くないって思うゲームを実況していても、それをやっぱ見た人もやっぱ面白くないと思うんで、自分がやっぱり面白くないものは、やらないようにしていこうと思っています。あとはなんだろうな、いろいろ話、いろいろというまでそんな話してないですけど、まあポリシーというか思うところはまあそれぐらいですかね。まあ、こういうね、まあ区切り区切りでこういうトーク企画を設けたり、まあ、あとはなんだろうな、まあ、パソコンの周辺機器を買ってできるゲームの幅を増やしたりできる、なんかどんどんねこれからもゲーム実況以外にもというか、こういうトーク動画ぐらいしか上げられないですけど、いろいろ精力的に活動していきたいと思います。最初のねトーク企画ですごいなんか話が脱線したりブレたりなんだろうな、まあグダグダしてるとこもあったと思うんですけど、これからも見てくださる方がいる限り頑張っていきたいと思います。いや本当に感謝しかないですね今は。はい、
本当に見てくださってありがとうございます。じゃあこれからも頑張って実況プレイやっていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。はい、それではタクタクのグダグダでした。またパート2、どこか区切りがいいところでトークをしていきたいと思います。ではまたどこかでお会いしましょう。バイバーイ。